い、皆さんどうも。引き続き人参さんとピーマンさんと対談していきたいと思います。ちょっと看護師合コンあるある、いきなりなんですけども、ね、私の友達からちょっとリクエストが来て、看護師で、まあ、ちょっとね結婚したくて、結構なんか合コンいろいろ言ってるみたいなんですけど、なかなかうまくいかないということで、先輩たちから助言を助言をできるかな、できるかなえ、でも実際あります、行ったこと。あります、ね、私は看護師揃ってみたいのなくて、うん、個人的に看護師だったらあれでしょみたいなこと聞かれることとかはあるんですけど、なんか職場で、まあ、なんか同期とかでちょっと合コンしようやとか言って したりするのが多かったから、なんか自然と看護師ばっかりみたいな。そうか、いつも働いてる人づてに話が来てみたいな、私の知り合いのみたいな思ってきてみたいないい出会いありました、ありましたあ、でも付き合いましたよ。あ、そうなんですか。結構付き合いました。そう、合コンで会った人と、はい、結構付き合いましたよ。私の周りだとあんまりいいね出会いがなかったっていう話を聞くことが多い。でもいい思いはそんなしないですけど看護師の合コン相手になんか消防士と か警察官とか来るってなんか鉄板じゃないですか。鉄板です。あれってなんでなんだろうとかずっと思ってたんですけど、接する機会があるからかなって思うんですけど、救急隊とかで運ばれてきて、運んできてた看護師さん運んできて、そこで結構毎回会う人とかもいるので、ちょっとね、そんなやばい人運んできたのにそんな話するのもないですけど、そこでなんかね、ちょっと仲良くなったりとか、そういうつながりがとか、先輩の旦那さんが、うん、ね、そうですね、消防士さんでとかの後輩が警察官で、ずいぶん多いですね。でも多いですよ、うん、警察官の旦那さんのお友達は3人やっぱ多いですよね。なんかいい塩梅でなんかくっつくんですかね何が合うんやろう。世間一般的に看護師のイメージって、面倒見が良さそうだったりとか、お給料良さそうだったりとか、そんなところで割となんか人気はあるよってよく聞くけど、自分としてはあまり腑に落ちてないというか。全然人気にならないですよ実際人気にならない。看護師って言ってもなんかね、そんな食いついてこられないから、あの食いついてこられても質問内容が違うってことでしょ食いついてそう、合コンの時にその今まで彼氏何人やったんおったんとかいう話よりも健康相談に、あ、健康相談あるあるに、確かに確かにこの間の検診でさ、何言うんだよみたいな、ちょっと痛風なんだけどさみたいな、知らんしみたいな聞かれてもね、またそういう気がみたいな、あ、また来たって感じですよね。なんか夜勤あるのみたいな、大変じゃない、よく聞かれるやつ、 あれ答えるのちょっとめんどくさくなっちゃったり、だんだんね、またかよって気になるんでしょうけどね。確かに結局私の場合はよくその看護学校の同期としてたんですけど、はいはい、看護学校の中退した子って言いませんでした中退、ああ、でもなんか、彼氏がいなくなったみたいな、その子が結局一番モテたっていうのがモテていたっていうのが看護師だねあ、そういうことだ、看護師じゃない方がモテてモテない、結局健康相談とかそういう夜勤ってどうなんていう子もなんかもう疲れたわっていう質問をされてるからやっぱ態度に出るんでしょうね。そういうことなんだよえ、でもやっぱり相手からしても看護師って言うと、あ、じゃないか相談してみようかなみたいな、彼女目線とかじゃなくてそっち系に行っちゃうのかもしれない彼女として見てくれてるんですね彼女としてどうなんだ、女性として見てる、ね、そうですよね人気があるっていうのは多分お給料がいいとかそういう面で人気があるっていう話なんですよね。ちょっとね聞いたことあります。男性からしたら自分がちょっと働けなくなったりとかしても、頑張ればね奥さんが働いてくればなんとかなるし、食いっぱぐれないしみたいなところがやっぱり、でもやっぱり女子としてはそこを褒められたくない女子としてはやっぱりちょっと頑張ってほしいじゃないですか。
そう専業主婦になりたいとかそんなんじゃなくても私も頑張るけどやっぱりなんかこう男性としてちょっと頑張ってくれよって思ってしまうからそこは頼りにされたくないかなってちょっと看護師さんって独身の方多いじゃないですか。なんかこれも偏見だなと思うイメージなんか多いと思う。多い、うん、我が道を行くみたいな人が離婚率も結構高いでしょ。は高い、ね、あ、そうなんですか。ちなみに私もバツイチですけどあ、そうなんですか。そうなんですか。離婚率も高いですよね。違うのに忙しいしてない一人でもやっていけるんですよね。だからあ強い女ということでよろしいですかね。うん、それは前々からちょっと疑問やったんですけど割と看護師さんの旦那さんはこうちょっと叫んできて、あー、わかりました、わかりました。ちょっとね、クズじゃなくてクズというかこう疑問になりがちというか、でもそれは私がそうさせてしまったのか、もともとそういう方が寄ってくる、寄ってくるのか、いやどうなの、どっちもかな、どっちも。いやすごい、私はこうね実際ね元ね旦那さんはまあそっちのよりのねちょっとクズクズってあれですけどね、そっちよりとしてやからもう、うん、私がさせたのか。すごいこう悩むところですけど、でもそう合コンとか行っていいなって思ってくれる人、自分のこと、そっち系の人多かったですよ。そういう人を引き寄せるんじゃないかと思って。そもそも看護師が来る合コンっていうセッティングに集まってくる人がそういう人ですか。そう多いかもしれません。なんかスマホのゲームのに課金してまでやってる人の率がなるほど、何ですかその高いすごいニッチなのすごいニッチニッチってか、わかるわかる、わかる私のそのクズかな、クズじゃないかなっていう物差しがそこなんですよ。差し測る気じゃん。課金してるわけじゃないか。男性は、うん、もっと課金率が高かったかなと聞いてたんですか。課金してますか、してますか、してませんか。そういう基準もね、あるみたいな。男性の方注意ですよ。課金してる人注意。結論から言うと、そういう人が集まりやすい、そもそも。そうですね、合コンには、うん、でそのなんか面倒見が良くて、まあ、そこそこ給料も稼げて、うん、食べれないから、そういう男の人がついちゃうことが多い。多い。こういう検証結果で。そうですね。いいですか？いいですか、ね、いいと思います。はい。あと、ね、仕事が忙しいから、うん、まあ、彼氏がだらしなくても、うん、仕事をしてるんだかしてないんだかわからなくても、もう、お家とかでのこう思考能力っていうか思考回なんていうかこう分からなくなってる、分からなくなってる、やばい。正確な判断ができないってことですね。そうです。あ、やばい。でもね、夜勤とかだとすれ違いになっちゃったりとかね。そうですね。もう仕事で一生懸命こう頑張って疲れて帰ってきたから、うん、まあ旦那さんなり彼氏なりに車買い替えたいねんけどって言われても、そしたらみたいな。言ってしまう。それでも看護師はやっぱ激務でストレスもあるから家に帰ったら癒されたいわけじゃないですか。そうなんですよね。やっぱりそこでなかなかねうまくいかなくなっちゃったりすることもあるかな。そうですね。しっかりしすぎてるんちゃいますか。守ってあげたいとか、うん、そういうよりはたくましいから、あ、なんかこうちゃんとお金もしっかり稼いではってた男もね、してちゃんとこう、まあ、結構シートかまってしっかりした人やったら、なんか俺がいないと困るな、この子はあかんなみたいな、そういう女の子らしい人を結構選んでるイメージがあるんですよ。そういうのをかけ離れてるような気がするんですよ。たくましすぎるでしょ、なんか。だからまあそういう人、白衣の天使がそうそう強い、あんた大丈夫みたいな、一人で大丈夫っていう感じ、わーって
握したし、なんでやるのか楽しい、ね、もう握手で離れないでね、はいねえ、もう新たしたら物子になりたいな、ねえ、なりたい、なりたかった、なりたかった、いや、働けば働くほどどんどん遠のいてるのに、うん、下の顔があるよね、そうです、そうです、もうそういうのがもう合コンの時点から始まっている、そうそう、始まっている、そもそも看護師が来る合コンって悲しい、やばい、やばい、悲しい自体がもうダメということで、そうですね、やめた方がいい隠しといた方がいい、あ、そうね、そういうことですね、言わない方がいい、あ、そうかもしれません、 OL ですって言うのジムですって言うのジムです、ジムです、ジムです、そうかもしれないですね。それは使えるかもしれない。ね、それはいいかもしれない。どうの中縛れますよ。二重でそうなんだ。バレちゃうけど、言わない方がいいかもしれないですね。まあ、だから関西やっていうのがあるかもしれないんですけど、割とストレートに練習を聞かれるます。え、何本ぐらいもらってんの？何本ぐらいもらってんの？そこを攻め込む人はこういうやつ。物差しの一つだ、ね、そんなところ聞かない、心の広い人がいいですよね、練習だと思ったとか言わない、ね、常識のあれ、ね、そうですよ、録音していないですね、つかみはいいかも、ね、そう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 、つかみはいい、嫌だとか、でもそれ誤解をされ、誤解してはりますもんね、うん、少しあー、あー、せやなんか自分も世話してくれるんじゃないかぐらいの仕事で十分なんだよそう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 、ほんまそうなんです、仕事で十分なんだよ、ね、プライベートまでそうなんだよ、お家帰ったらお尻交換とかしてほしいですよ、そうですよねやってくださいね、うん、それ分かってない、分かってない、癒してくれると思ってらっしゃるっていう、こっちは癒してほしいんだよ、そうです、結局結論内緒で内緒で参加した方がいいよって、そうです、ね、内緒で看護師さんを合コンされるときは看護師を隠して行きましょう、あれ帰れないからね、帰れない感じ、しっかりしっかり食べてましょう、はい、ということで合コンあるあるでした